正代月、正代月、正代月、1981年11月3日体は、群馬県太田市出身のプロ野球選手、投手、左投げ左打。四国アイランドリングプラス、愛媛マンダリンパイレーツ所属。太田市立北中学校では、軟式野球部の投手兼一塁士を務めていた。気流第一高校に進み、3年時には、 第81回全国高等学校野球選手権大会に出場。エースとして3冠風の活躍を果たし、群馬代表として初となる全国選手権優勝に貢献。高校では1学年上のエースに小林正人、1学年下に一条康弘と大広志商事がおり、小林と一条がエースだった年も夏の甲子園に出場しているが、共に初戦で敗れている。 1999年のドラフト会議で日本ハムファイターズから一位指名を受けて入団。ルーキーの監督の大島や須ノに一軍で起用され、同年のフレッシュオールスターゲームでは、一歳上の同僚、サネマツ一世と共にイースタンリーグ選抜の先発バッテリーを務め、ウエスタンリーグ選抜の先発投手で、同じ一位指名の高卒新人サワン、川内キアと投げ合った。 この年は、日本ハムの商品、ナポリピザの CM にも起用されていた。は、8月7日の大阪近鉄バファローズ戦で、プロ入り初先発するが、2回0、3を3失点で降板し、勝敗つかず、この1試合のみの登板に終わった。には課題だった、請求難を克服し、5月3日の対、大英ホークス戦では、松中信彦に、通算100本塁打となる。 ソロ本塁打を浴びるも、その1失点のみに抑える関東勝利で、プロ初勝利を挙げた。9勝11敗、防御率3.45、リーグ7位の成績を残し、パリーグの新人王を獲得。は27イニング連続無失点を記録したものの、春季キャンプで発症した左肩痛の影響もあり、5勝15敗に終わった。これ以降成績は、下降傾向となり、は、 チームは25年ぶりのリーグ優勝、44年ぶりの日本一、アジア一に輝いたものの、一軍登板なしに終わり、二軍、イースタンリーグでも、防御率5点台と、結果出せなかった。シーズン開幕直前の3月20日、金沢武人との交換トレードで阪神タイガースへ、移籍したが、同年に一軍登板はなく、2008年10月2日に、 戦力外通告を受けた。その後12球団合同トライアウトに参加したが、獲得する国内球団はなかった。この時期の様子は、TBS テレビの年末番組、プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちで取り上げられた。1月14日、中華職業棒玉大連盟球団の入団テストを受けるため台湾に渡り、コーノブルズのキャンプに参加。 1>, 1月23日、仮契約に至った。しかし、野球賭博の影響による球団数減少によって、投手陣が充実した功能が、即戦力の先発ローテーション投手のみを採用する方針としたため、1月中に予定されていた最終テストの合否判定は伸ばされて、最終的に入団テストに合格したのは、開幕直前の3月上旬であった。三月十九日の対、 L.A. ニューベアーズ戦で開幕投手を務めるが、1、3回、打者8人に対し4安打3死球の7失点で、ノックアウトされ。しかし、次の当板の4月4日には、同じ L.A. ニューを7奪三振の無死球で6回、無失点に抑えた。その後はシーズンを通して先発ローテーションの一角を、2内、27試合、内先発25試合に当板し、防御率4.44。 14勝6敗、脱三振115の成績で勝ち投げ王、最多勝利と三振王、最多脱三振のタイトルを獲得した。11月から12月にかけて、ドミニカのウィンターリーグに、悲願テスの一員として参加し、メジャーリーグ進出を図ったが、2010年も、功能でプレーすることになった。は、2年連続となる功能の開幕投手を務めた。 32試合に登板し、11勝5敗、防御率2.81、リリーフとしての起用が増えたため、勝ち数は減ったが、登板数は増えた。前年4点台だった、防御率は2点台と改善されている。成績は尻上がりに向上し9月10月期は6試合、内先発5試合に登板し、34イニングを投げて3勝1敗、防御率0.794で、 月間 MVP を獲得した。同年に功能に入団した高津慎吾と同一試合で投げることも多く、中継ぎの陳力結らとともに5年ぶりの半期リーグ優勝に貢献した。しかし、11月23日、功能から翌シーズンの契約を結ばないという通告を受けたことが本人のブログにて報告された。チームが経営難であり、 外国人選手と契約を結ばないという方針が出されたことよるものであった。11月に複数の MLB 球団が参加するトライアウトに挑戦。2月13日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加するが3月29日に解雇された。2011年4月8日 新潟アルビレックス BC が、商談の入団を発表。前年まで功能で共にプレーしていた高津と再び、同じチームでプレーすることとなった。記者会見で、野球ができることが一番ですと語っている。2011年のシーズンは、シーズンインの準備が遅れた影響で前期日程は0、小4敗防御率3.72位の成績であったが、 後期は調子を上げ最終的には年間通して23試合に登板し3勝5敗1セーブ防御率3.00でチームの後期優勝に貢献しさらに地区チャンピオンシップでも高等し地区優勝に貢献た11月24日に東京ヤクルトスワローズが長打と入団で合意したことを発表した12月1日に年俸800万円 推定年俸で正式に契約。4年ぶりに NPB へ復帰した。独立リーグから NPB へ復帰したプロ野球選手としては、山田明親に次いで二人目であった。は、一軍の春季キャンプ、沖縄県浦添市に選ばれると、6月8日の対、シバロッテマリーンズ戦で7年ぶりに NPB の一軍公式戦へ登板した。シーズン2さんでは、 ビハインドでの場面を中心に24試合の当板でサンホールドを記録。シーズン終了後の12月4日には推定年俸1100万円で契約を公開した。2は9円で当板した5月17日の対ロッテ戦、神宮において公式戦では自身8年2952日ぶりの勝利を挙げた。一時はセットアッパーに起用されることもあった。 最終的に15試合の当番にとどまり、10月8日に、球団から戦力外通告を受けた。11月10日に、第1回12球団合同トライアウトに参加すると、打者4人、大平誠一、佐山田武志、山本大民、工藤隆人への投球で、被安打1、一奪三振、2内野ゴロという結果を残した。1月20日に、 中華職業棒玉大連盟のラマゴモンキーズと契約。背番号は75。台湾球界へ4年ぶりに復帰したが、開幕から当番試合で相次いで打ち込まれたことから5月12日に解雇された。公式戦の成績は2勝2敗、被打率331、防御率4.80であった。2014年5月30日に四国アイランドリーグプラス。 愛媛マンダリンパイレーツが、ショーダの獲得を発表した。愛媛入団のきっかけは、前ヤクルトコーチでこの年から、愛媛のコーチに就任した、加藤博とかの誘いだったという。6月より登板し、前期最終戦の対香川オリーブガイナーズ戦で、リーグ初勝利。後期は先発として定着し、通算7勝2敗、防御率1.02で最優秀防御率の、 タイトルとリーグの後期 MVP を獲得した。のシーズンも愛媛マンダリンパイレーツに所属。4月に四国アイランドリーグプラスの月間 MVP に選ばれた。シーズン2・3で7勝3敗、防御率0.74を記録し、2年連続となる最優秀防御率を獲得した。また、リーグが6月に実施した北米遠征には選抜チームのメンバーとして参加した。 シーズン終了後に、リーグ年間 MVP へ選出された。愛媛ではフォークボールを習得したという。シーズン終了後、自身3度目となる12球団合同トライアウト、11月10日に、草薙球場で開催に、参加、3人の打者にアンダーを許さなかったものの、NPB 復帰には至らなかった。しかし、現役を続行する意向を表明した。も、 愛媛でプレーし、7勝4敗で、防御率2.61だった。この年は12球団合同トライアウトに参加しなかった。トライアウトに出なかった理由について、翔太は、取材に対して、選手としてはできれば、ああいう場では受けたくない。それならば前回、NPB に戻った時のようにトライアウト前の段階で必要とされる選手にならないといけないと思う、とコメントし、やっぱり、 NPB でもう一度やりたい。自分の体が動く限りはと述べている。2は2015年以来3度目の最優秀防御率を獲得した。スライダー、スクリューボールや速球と変わらないフォームから繰り出す落差の大きいカーブが最大の武器。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。